入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私の名前はファハドさんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ファハドさんですね。はい、ファハドさん、自己紹介簡単に教えてください。はい、はじめまして。私の名前はファハドさんです。20歳です。バングラデシュ出身です。今ダッカのミルプに住んでいます。私は高校卒業しました。私はサンジャパニストレーニングセンターに入って合計5回をしました。私の趣味は旅行することです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたの趣味は旅行することですね。はい、はい、あなたは最近どこへ行きましたか。あ、コックスバザル行きました。コックスバザル行きましたね。はい、わかりました。誰と行きましたか。友達と行きました。コックスバザルに何日間泊まりますか。あ、3日泊まりました。3日泊まりましたね。コックスバザルはどんなところですか。あ、有名なところです。有名なところですね。どうしてコックスバザルは有名なところですか。コックスバザルはバングラデシュで一番素晴らしいところです。コックスバザルはコックスバザルの景色はとても綺麗です。コックスバザルは世界で一番長い海がありますから、それですから、コックスバザルは有名なところです。はい、わかりました。コックスバザルで何を食べましたか。あ、ご飯と魚を食べました。魚食べましたね。コックスバザルの食べ物の値段はどうですか。高いです。はい、わかりました。はい、日本語の試験、日本語の能力試験、外しましたか。はい。はい、JLPT 合格しましたか。はい、合格しました。いつ JLPT を受けましたか。去年の12月受けました。はい、日本語の試験、いつ外しましたか。去年の12月受けました。受けましたね。わかりました。JLPT で何点もらいましたか。はい、113にもらいました。13点もらいましたね。あなたはなぜ、日本に留学しようと思ったんですか。あ、日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学費は他の国より安いですから、日本で勉強したいです。日本語を始めたのはいつですか。去年3月からです。3月からですね。どのくらい日本語を勉強されてるんですか。半年日本語勉強です。暇な時あなたは何をしますか。掃除をしたり、洗濯したり、本を読んだりします。はい、わかりました。あなたの趣味は何でしょうか。旅行することです。旅行することですね。わかりました。あなたは日本に行ったらどこに住みたいですか。学校の寮に住みたいです。学校の寮に住みたいですね。はい、あなたは日本に行ったらどこ行ってみたいですか。清田へ行くと思っています。清田で神社とお寺行ってみ、いや、見たいです。見たいですね。あなたの好きな動物は何ですか。猫です。猫ですね。怖い動物がいますか。はい、います。はい、怖い動物は蛇です。蛇ですね。蛇ですね。わかりました。あなたはどんな野菜食べるのが好きですか。うん、トマト。トマトが好きですね。毎日トマトを食べますか。はい、食べますね。あなたはどんな食べ物を食べるのが好きですか。ビリヤニが好きです。ビリヤニが好きです。あなたは料理ができますか。はい、できます。特に料理は何でしょうか。鶏肉です。鶏肉ですね。はい、日本について知っていることを教えてください。日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の首都の名前は東京です。富士山は一番高い山です。桜花は日本で綺麗な花です。綺麗な花ですね。わかりました。日本に友達がいますか。いえ、いません。留学するのお金、誰が払いますか。父が払います。父が払います。お父さんはどんな商売をされているんですか。コンピューターの商売をしています。どこで商売をしていますか。六分の六所です。あなたはコンピューターが ZOZO ですか。はい。はい、ZOZO ですね。わかりました。あなたはいつ日本に行きたいですか。ビザがもらえばできるだけ、いや、行きたいです。行きたいですね。今朝何時に起きましたか。7時に起きました。起きてから何をしましたか。シャワーを浴びて、お尿りをして、学校へ行きます。学校じゃなくてね、大使館に行きます。大使館に行きます。今朝何をしましたか。朝ごはんの何を食べましたか。
ご飯と鶏肉鶏肉をを食べます。食べました。食べました。今朝何を食べましたか？ご飯と鶏肉を食べました。あなたはどこで日本語を勉強しましたか？サンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しました。勉強。その学校、サンジャパニーズトレーニングセンターはどこにありますか？モハモッドプルにあります。ダッカのモハモッモハモッドドににああありりまます。す。あなたの生まれたの場所はどこですか？ロキブのロキブショットです。わかりました。いつ高校卒業しましたか？2023年の2月、高校卒業しました。わかりました。あなたの好きな色は何ですか？赤いです。赤いですね。赤い札束がありますか？はい。何枚ありますか？2枚。2枚ありますね。わかりました。はい、面接は以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。